いいかいいか、シュッシュッ、いいかいくよ、はい、シュッ、ミルク作ってあげよう。ちょっと待ってよ。浄水器でとても有名なグリーショーさんから折りたたみの扇風機をお送りいただいたので、早速開封していきたいと思います。おお、今回ご紹介するのがキーナイス KN-98 プロという充電式扇風機です。取扱説明書と充電ケーブルとリモコンと本体です。おお、このオープンのところが持ち上がるみたいです。わあ、スタンド出てきた。90度になっている状態で回すと動かないようにロックがかかるみたいです、はい、まず組み立てが完了しました。重さ 960g、 すごく軽いです。電源ボタン、風力調節、首振り機能、タイマー、リモコンにも同じ4つのボタンと、ライトも3段階あるみたいです。まず先にこの製品の5つの特徴をご紹介したいと思います。1つ目が折りたたみができて伸縮が自在なことです。最長で102センチまで伸ばすことができます。とってもついていますので、屋外に持って行って使用することも可能です。収納に困らないのはもちろんですし、限られたスペースで扇風機を使いたいという方にはすごく適していると思います。2つ目の特徴は強力で4段階の風量調節ができることです。1段階目本当に静かですね。もみ、機械を3つ目の特徴ですが、首振り機能、省エネ DC モーターです。首単体が回っているというよりも本体ごと回っていますね。角度は左右60度までです。お部屋内の空気の循環により役立つと思います。消費電力が 10W だそうで、 10W の商品を毎日10時間使ったと仮定しても、1ヶ月あたりの電気料金100円前後みたいです。今ただでさえ電気料金高いので、これは安心要素の一つですね。
4つ目の特徴はタイマー機能とリモコンでの操作が可能なことです。真ん中のマークのところに磁石でくっつくようになっています。タイマーボタンを一度押すと8時間のモードというふうに切り替えが可能です。5つ目の特徴が大容量のバッテリーとお掃除が簡単なことです。充電がマックスの状態だと4時間から30時間連続で使用することが可能です。普段のお手入れはホコリを取ったりですとか拭き掃除で十分なようです。汚れがひどい時には水洗いをして十分に乾かしてから元に戻せば問題ないそうです。実際にこちらの商品を使って良さを体感してみたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。いただきます。いいよ。いい？すごいリラックスしてる。幼稚園着いたよ。幼稚園だ。今日買ってきた犬のおやつをご紹介します。サバチップフリーズドライの胸肉とレバーのミックス、チキン味のチュールです、トマト味のボーロとニュージーランド産のウェットフードです。
にも白菜と豚肉ロールを作りました。食べさせるときはほぐすので、ロールしてるのはここまでです。もうちょっと待っててね。白だしを入れ忘れたので今入れちゃいます。熱っ。ちょっとフーフーするね。はい、いただきます。ね、ちゃんと柚子の香りするね、うん、これは飯進むな。つゆもない。よかったね、涼しいね。うん、これ自分の効果もうまいね。ほんと？いいね、やっぱり美味しい。うん、こんなん。まあ大体大きめ。
美味しい美味しい。うん。シソいっぱい入れといてよかった。うすごい、いちごの香りがする。言い上げて。いいよ。美味しいね。いただきます。いただきます。いただきます。で、素材の味を楽しむ。うん。すげえふわふわ。なんかいちごフレーバーのコーヒーなの。美味しいよ。本当だ。ね。こっちは？俺のは？美味しいね。美味しかったね、よかったね。あの台湾、台湾カステラ。そう、台湾カステラみたいなふわふわ感がある、これ。え、これもう見て、小豆の量かとって。小豆用にちょっと入れてるから、小豆に許可取ってくれたり。って言ってくるのなくなってきたの。なんかね。水滴ペロシバじゃん。ごちそうさまでした。うん。